はい、皆さんこんにちは、チャレさんです。イエーイ、いつまでもバイクでチャレンジ、チャレさんです。イエーイ。はい、なんかね、今ね、床にベストと手袋を並べておりますけれども、はい、何かというと、これは全部電熱品です。はい、どういうことかというと、これね、まず一つベストからいきますけど、これが一番最初に買ったベストです。1年目すごく重宝しました。そしてこれはね、前ここに前と後ろの切り替えがあったり、温度の調節も何段階かあって、すごくいいものでした。はい、ここに差し込み口があって、モバイルバッテリーを挿すタイプですね。で、結構ね、1日持つぐらいのやつで、金額的には5000円ぐらいでした。はい、ですが1シーズン来てネットに入れて洗ったら、次の年電気が入らなくなってました、こいつね。そしてこれ、あ、もうそういうことなんだと思って、翌年またベストを買いました。これはもう温度調節が何段階かあるだけで、前後ろの切り替えも一番安いものを買いました。裏がこう銀のフィルム貼ってあるものね。で、1年これが壊れた翌年買って、その年ずっと使って、年を越して今年使い始めた時はついてました、電源入ってました。はい、ですが、残念ながらまた電気が入らなくなりました。ということで、今はもうね、これが中がこの銀になっててあったかいので、電気なしで普通に使ってます。はい、これが、電熱ベストの僕の今手元にある現実。はい、ちょっとこれ避けますね。そして、はい、これがその時使ってたモバイルバッテリーね。はい、で、はい、順番に行くと、これ片方ないんですけど、はい、これが一番最初に買った電熱グローブ、非常に使い心地よくて、カーボンナノチューブとかっていうすぐ温まる素材で、で、こういうバッテリーをここのポケットに入れて、こうつなぐタイプね、こことここがつなぐタイプ、このタイプの、イヤホンジャックみたいな、このタイプですね。はい、つなぐことによって電源が入る。ところがですね、はい、そしてこのタイプですね、このタイプはこことここをつなぎます。はい、つないで電源ボタン押すと、このようにつきます。赤く点滅するのですが、がですよ、こうやってここがグラグラしてると消えちゃうことが、こう3段階4段階か色が変わるのですが、右手は非常に、これ3シーズン目ですけど、まだ使えます。ただ走っててここら辺の、接触をこうやってると切れる時が出てきました。はい、ということで、はい、使えない時がある。まあ今でも元気、こっちの左で長押しすると切れる。バッテリーはこのタイプでしたね。で、この左手はどうしたかっていうと、ここがもうスイッチが入らなくなりました。なので、その次の パターン、このタイプ、はい、もうベストといい、グローブといい、すぐダメになるので、もう一番安い電熱グローブを買いました。はい、それがこのタイプですね。で、こいつはこういうバッテリーがついてました。はい、で、このバッテリーもね、刺すところはここなんですけど、こういうふうに刺すわけですけど、こういうふうにね、ピカピカ点滅してますよね。はい、このようにつくわけです。はい、ところがね、片方のバッテリーがね、ダメでした。すぐダメになりました。つくかな、
はい、一番安いタイプのグローブなんですけど、バッテリーがねこちらは確かここここか USB のタイプ B タイプ B マイクロ USB の台形の端子で充電するタイプなんですよ。はい、最初の、はい、こういうバッテリーがついてました。でこれはね、まあ、ここの差し込みはイヤホンジャックみたいなこのタイプは同じなんですけど、なので先ほどのこの前の年のバッテリーをつないでもこのように作動します。はいね、でこちらのグローブもこのように作動します。はい、これは切れなかった。なぜならばあんまり使わなかったからです。まあ、安いのはこの操作感というかブカブカすぎてもうダメなのと、ここのこの辺がでヒーターの入り方がボロくてあのここだけがね真っ赤にね低温やけどみたいになったりするんですよ。でウインカーを操作することですらちょっと不便なぐらい親指がこんなに余ったりとか、もうとにかく操作感があったかいけど操作感悪いで、あったかいのもここだけみたいな、指先入ってないです。手の甲だけしか入ってなかったです。電熱安いだけあって、その代わり電熱のスイッチとか壊れなかったけど、部分的に接点が悪くて低温やけどみたいになったり、この付属のバッテリーが片方死んだ、早く死にました。まあ前年から使ってたこのタイプのバッテリーを流用して使うこともできるという感じでした。であまりに不便だったんでどういう風に使ってたかというと、 この右手をポイしてこいつとこいつという使い方をしました。こういうなんかちぐはぐな、使い方をしました。バッテリーはどっちもこのタイプを差し込んでいました。はい、ところがやっぱりね、あんまり具合がこっちもここはね低温やけどみたいになるので、いやこれは困ったな、このグローブ良かったんだけどなと思って、これ3シーズン目に突入して使えてたからたまたま左が悪かっただけどと思って買ったのがじゃんこっちです。はい、全く同じものを買いました。はい、で全く同じものを買ってみたのですが微妙に違う。前はここに、ポケットがあってバッテリー入れてこっからコードを出てましたけど、今度はバッテリーの形がこういうものになりました。はい、でここれを挿して作動、こんな感じね。でこれはもうこの中にポケットがついてました。下側だったかな、はい、手のこっち側の方に、ね、つく。でこういうバッテリーのタイプになってました。ということでね、はい、まあこれは今今年まだ使い始めて日が経ってないので全然両方使えるんですけど、ということで、バッテリーをね全部どれも挿せるわけですよ。これも挿せる、はい、このタイプも挿せます。挿してつくことができますし、こっちのタイプ、これダメな方のバッテリーか、もう一個の方か、あれつかない、これ充電してなかったからつかないか、どのタイプでもつくんですよ。はい、ということでね、だいたい一番熱いやつにすると 2時間ちょっとぐらいでなくなります。一番これを緩いモードにしても3時間とか4時間はちょっと厳しいかな。
という感じがします。はい、なので丸1日のツーリングには使えないんですけど、こうやって次々買い足していくうちに予備バッテリーが増えてきて、これを充電して持っていけばなんとかなるんじゃないみたいな感じです。でこれがね、結構このタイプのグローブが使いやすかったので、こいつが、はい、前の形の右が1個スペア残ってるので、はい、右が壊れるのは構わんが、左が壊れるとまた困るよねみたいな感じです。これがね、現実的な今の、電熱グローブの実態かなと思います。いいもの、カイチとかそういうのを買ってもなるときはなると思います。やっぱりクラッチこう操作したり、アクセルとかブレーキこうやってやって、切れないわけがない、電熱が断線しないわけがない。特にこのスイッチ関係とかはもうおかしくなりやすいですし、でこれね、あの電源を長押ししたら切れるんですけど、切った時も挿したままにしておくとどんどんバッテリーがなくなります。はい、なので終わったら、使ってない時は抜いておく必要があります。だからこいつは入ってないか、ここは入ってるんですけど、バッテリーがここに入れてるのですが、使う時にこいつとこいつをこう挿して電源を入れ、そして使い終わったら電源を切り、一旦抜いておく。休憩時間とかね、コンビニ入ってる時とかね、例えば食事時間とかね、抜いておく。また乗り出す前に挿して電源オンにするのが長持ちさせる、バッテリー長持ちしながらその日あったかく走れるコツかなと思います。はい、これがまあ今僕のところにある電熱品の、現状です。はい、なのでもうある程度の、価格帯で抑えて、もう毎年使い捨てみたいになっていくのであれば、同型のものの方が使いやすいのかなと思っていたりします。そして、今年のこのタイプはこの時のタイプよりもちょっと進化していて、シガーソケットみたいな電源取り出し口があるものからだったら、直接給電をしながら あったかくしたまま走れるように、ノーバッテリーでもできるようなコードがついてました。はいはい、こんなタイプです。こういう、シガーソケットに挿して片方がこのこういう端子ですね。でこれをこいつから止めるとそのまま、給電しながら、バッテリーの消耗を気にせず走ることもできるというものです。はい、まあ、これは便利ですね。まあシガーソケットつけてないので CB とかに、昔はつけてたんですけど外しちゃったので、ちょっとこのスタイルで使えないですけど、はい、こういう2年前のモデルにはなかった設定があるので、こういうものとかもね、僕はこのタイプ結構気に入って使ってます。操作感もいいし、あったかいので、はい、これは指先までちゃんと電熱入ってます。はい、ということでね、結論から言うと、電熱品は1年でダメになるかもという覚悟で使った方がいいかなと思います。グリップヒーターをね、つけてる方は関係ないと思いますけど、まあ僕の場合はモンキーとか CB とかっていうものにはつけてません。 TLM はもうバッテリーレスだから、そういうもの初めからつけようとも思いません。ということでね、まあどれにでも乗れるようにこういう電熱グローブ使ってるんですけど、まあ、ちょっと前まではなかったものですからね、寒いの我慢して乗ってたことを思うと全然、はい、幸せなんですけど、はい、こういう、安いのはやっぱ安いものなりに、これ見て、だってこの作りの違い全然違うじゃないですか、これね。そりゃこれはスキーとかにはいいよ、普通にこうね、ストック握るだけならスキーの、これぐらいはないとやっぱバイクは乗れないですよ。でこれ結構防水だしいい、うん、8000円ぐらいしますけどね、こっちはね多分ね5000円しなかったと思う。うん、やっぱ
ぱね安いの安いなりです。はい、ということで、はい、電熱品のお話でした。ということで、はい、今日の動画ここまでにしたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた、バイバイ。